にちは。はい、タロット歴24年目のモセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。お客様から、リピーターの皆様から、嬉しい報告などいただいてます。本当に嬉しいです。どうもありがとうございます。なんかコメント欄を今私オフにしてるから、オンにしてくれてたらこうどれだけ当たっていたか、もうかけるのにっていうことを言ってくれたりして本当にありがとうございます。なんかね、そういうこうご連絡をねいただく、個人的にいただくだけでも本当に私は嬉しいですし、まあ YouTube を見ていただいてる皆様もそうなんだけれども、特に個人鑑定をさせていただいている方、そしてまたねその中のリピーター様というと、やっぱりね一番幸せになっていただきたい方々なんですよね。だからいや嬉しいです、本当に。まあ嬉しい、本当に嬉しい、幸せって感じです。で、あとそうですね、なんか私の YouTube で例えばお相手様の状況とか、ね、気持ちっていうのをこう知りながら、なおかつ個人鑑定もこう定期的に受けていただく方いらっしゃるんですけれども、まあ、そういうふうに言ってくれるんですよね。 YouTube で大体の流れとかが分かり、なおかつ個人鑑定ではもうその方だけの、ね、ものをしっかり見させていただくので、なんかこうそういうふうにこう占いと付き合ってくれている、リピーターの方もいらっしゃいますし、もう本当にありがとうございます。嬉しいです。今日ははい、お相手様の気持ち、過去現在未来そしてお二人の流れ、もちろん過去現在未来、そしてアドバイスということで、まあその気持ちの流れ、今後の流れというところを重点的に見ていこうかと思ってます。はい、1番の方、今日ね4択です。1番の方はね黄色、はい、2番の方は赤、そして3番の方はピンク、そしてね4番の方はブルーです。はい、じゃあねこの4択から選んでいた、いきたいとは選んでください。そうね、まあ色でもちろん迷ったらね、もちろん2つ以上見ていただいて、ピンとくるものをねメッセージを受け取っていただけたらと思うんですけれども、私が、まあ、自分の動画とか、まあ、他の方のね見たりするときはやっぱり直感、この色が好きとかじゃなくって、なんかこうポンってくるもの、それをね私は見るようにしています。はい、じゃあ早速、はい、黄色の皆様からじゃあ見ていきましょうね。本日もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、はい、じゃあ1番の黄色の皆様、はい、まずはお二人の、まあ、このカードでも恋の流れ、過去現在未来ということ見ていきたいと思います。今日はね流れと気持ちの過去現在未来そこをね重点的に見ていくね。そうそう、これねタロットで、そうねこれね、ちょっとシャッフルしよっか。シャッフルはねしてるんですよしてるんだけど、ちょっと再度ちょっとするね、少しお待ちください。
あね、ちょっとこれも、まあ、これ一緒に開くとしてで、これ気持ちね、はい、まあ、これもね、お相手様の気持ちを、まあ、過去、現在、未来 でこれも深掘りしていくから、じゃああとはアドバイス、うん、これね、カード1枚ずつでいいかな。おっと失礼しました。そうね、もう1枚ずつ引こうかね。うん、これとあとこれもね、1枚ずつこれかな。はい、はい、じゃあ過去現世、じゃあここカードまず開いていきます。過去のカード、無知ね、えなんかちょっと激しい喧嘩とか口論っていうのが過去のカード、ね、カードで出ている。あ、でも現在これ月だね。なんかね、無事仲直りができて、もう今ラブラブなんじゃないかな。あ、すごいね、ほらね、星も出てる。あ、もう月と星、あ、これはかなりかなりいい感じだと思いますよ。アドバイスカード先に見るね。おお、ほらね、もう少しであなたの夢がね、手に届くよって、うん、状況がね、またね、良くなるよ、前進するよっていうことと、あなた自身もすっごい今エネルギーで満ち溢れてるんだね。もうなんかこう、このまま流れに任せといて大丈夫っていうのがすごいね、俺がなんかね、アドバイスカードとして出ている。はい、じゃあ流れね、じゃあ見てみましょう。過去、すごいね、運命の和製位置、ちょっとカード重なっちゃうんだけどね。で、現状がソードの7、うん、はい、でね、近未来がソードのナイトだね、これは。はい、でカップのページのリバース、わ、すごいね、お相手様の気持ち、カップの10あ、でもなんか今悲しんでる。ソードの3のリバース、ワンドじゃなくてコインのキングのリバースだね。すごいね、お互いこれ一目惚れだったのかな。あ、今でもこれ黄色の皆様なんかね、超絶大好きって感じだね。でカップの4のリバース、うん、結論ワンドの4、やっぱいいね。でお相手様の気持ちをね、もうちょっと深くこれ見ていくね、まあ、過去、現在、未来で、まあ、はい、過去、現在、すごいね。はい、未来、はい、こういうカードがね、まず出ました。ちょっとごめんなさいね、カードね、重なってるんだけど、もう一回ざっとお伝えします。まずね、ここでルノルマンで出てるのが無知と月と星というカードが出てます。そしてタロット、これ隠れちゃっててごめんなさい、過去がね、運命の輪、うん、正位置で出てるのね、うん、過去ね、もう2人がこうすごいどれだけ惹かれ合っていたのかがこう分かるような感じで、まあ現状と未来、ソードの7、ソードのナイト、そしてまあ結論、まあね、結果がワンドの4の正位置が出てる。でね、まあお相手様の気持ち、ここなんだよね、過去、現在、未来。はい、まずね、過去ね、あの人の過去の気持ちね、あなたへの気持ち、なんかね、こう結婚かな、なんかね、したくてしたくてしょうがなかった、なんかね、それぐらいなんかこうお互いこう本気で
愛し合って、愛し合ってた？あ、過去形で言ってるわけじゃないんだけどね。過去の気持ちだから言ってるだけであって、これはね、現状につながってる可能性も十分ありますよ。すごいね、カップの順の正位置とステイオプティミスティックって、なんかね、もういずれ、やっぱりあなたと一緒になりたいとか、なんかこう、先のことを考えた上で、いた、一緒にいた。なんかそれぐらい本当にお相手様から見ると、ね、黄色の皆様っていうのは本当にこう人生を共にしたいっていう気持ちがね、やっぱね、すごくあったんだろうっていうふうに、まずね、過去の気持ちで出てるのね。で、現状が、そう、そう、あのね、とってもね、今でもね、信頼し合ってるんだよね、お二人。ただ、あのね、信頼し合ってるんだけど、まあ、ここのカードでね、まあ、無知っていうカードが出たから、まあ、喧嘩とか口論があったのかなと思うの。仲直りはしたんだけどね。仲直りはしてるんだけど、何かお相手様が、そうね、大好きなんですよ。黄色の皆様のこと大好きなんだけど、あのね、少し心を閉ざしてる部分があるのかなっていうふうにも思う。なんかね、これからもね、ずっと一緒にいたいし、ね、もうお互い本当に目を見つめ合いながら、どれだけ大切な存在かっていうのは分かってるんだけど、でも、ね、いわゆるまあこの女性が胸のところを押さえてますよね。いわゆるハートチャクラ、第四チャクラ。ここを、になんかこう傷があるのかなっていうふうに私は感じたので、ね、大好きなんだけど、まだね、過去のトラウマとか、ね、まあ、この前というか喧嘩したことが少し引っかかってる部分があるのかなっていうのが、これが今。そしてね、未来の気持ちが、ね、コインのキングのリバースとリリース。あの、このお相手様、ね、すっごい真面目、慎重な方かなって思うんだけど、頑固さも見えるような気がするのね、このお相手様。だから、こう、ね、過去のトラウマとか嫌なことって、こう、忘れたいけどなかなかそれがこう出てってくれない部分があるのかなっていう感じがするので、その分、愛すときはね、本当に、こう、しっかりと大切に愛してくれる。本当に長くこうね、大切にしてくれるっていう感じがあるんだけど、どうしても器用でない部分があるような気がする。だからね、私がね、考えられるのはここなんだよね。まあ、過去の無知っていうカードの状態のことを、まあ、未来でも、なんかね、例えば、黄色の皆様が何気なく言った言葉とか、まあ、ちょっとね、怒ってしまったから、本音じゃない言葉がこう出てしまった可能性がある。でもそこがまだね、このお相手様、未来でもなんかこう気になってる部分があるのかなっていうふうに思う。ただ、ただね、まあお二人のこの流れを見てても、まあすごくこう二人の、まあコミュニケーションかな。まあこれがね、どん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 活発になりながら、二人のこう空気がね、こういい意味でこう変わってくる。風の感じが変わってくるって出ていて、そして結論っていうのはね、これワンドの4。まあこれ本当にね、ランプがこれだけついていて、二人の間が調和、幸せっていうカードが出てるから、だから、まあ結果的にはね、もうちょっとお相手様時間かかるかもしれないんだけど、なんかね、最終的にはお二人がお互い好きで、お互い思い合って、そしてこれまあ一緒に住むとかね、まあ幸せな家庭生活とかっていう意味もあるから、なんかね、そういう流れになっていくんじゃないかなって気がするんですよね。で、まあアドバイスはね、先ほどもお伝えしたんだけど、もうね、ね、あなたがね、望むことが、まあね、仲直りはしてるんだけど、さらに上のことだと思うんですよね。で、それがもうちょっとで手に入るよっていうことと、ね、あなた自身、やっぱりね、お相手様とね、タイプはすごく違うと思うの。
どっちかっていうとこうあなたの方が、黄色の皆様の方がロマンチストではあるんだけど、でもこう強いイメージ、このお相手様の方がね、気持ちが好きっていう意味では負けないんだけど、でもね、不器用さがあるかなっていう部分が見えるから、そういう意味ではこうなんていうのかな、ハッピーと、なんかね、恋愛をしててもこう幸せを感じる度数っていうのはあなたの方がね、黄色の皆様の方が強いのかなって気がするんですよね。で、それをね、指し示す通り、もう本当にね、ハッピーオーラすごいね、まとってるよねっていう感じ。うん、これはね、なんかね、黄色の皆様が何かこのお相手様にしてあげるっていうよりは、まあ、とにかく2人のね、まあね、よく会うこと、ね、たくさんお話しすることっていうふうなことで、2人の風がまたどんどん変わってきて、で、結果的にはもうね、幸せな状態になるし、で、アドバイスがこれ何かしたらいいっていうよりも、もうあなたの持っているもの、もうそれでいいよっていうことをこちらのね、アドバイスカードは伝えてるような気がするし、で、過去のカードから見ても運命の輪の正位置が出てるから、もうお二人なんかね、前世からの縁、それも良縁の方で、良縁の方、いい方ね、の縁があった二人だったんだろうなと思います。その二人が今回もようやく出会えたよって、だから幸せな結論にね、なっていくような、そういう感じがしますよ。うん。でね、未来もね、ここね、ね、今が好きで、そして未来が欲しい、これもね、願いがどんどん叶っていくっていうね、同じようなカードね、幸せなカード出てるから、とってもね、いいと思う。はい、これがあのね、過去現在未来ということで、詳しく見させていただきました。最後まで見ていただきましてありがとうございます。不器用なお相手様かもしれない、でも黄色の皆様にをの気持ち、愛する気持ち、そこは本当に強いものを感じました。よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあ赤の皆様、今日はね、過去現在未来、特にこう気持ちに焦点を当てて見ていきたいと思います。まずこれはお二人の恋の流れの過去現在未来で、まずね、大まかなこう流れを、まあ、こちらのカードで掴んでいきたいと思ってます。はい、そしてね、タロットね、これね、シャッフルしてるんだけど、再度今からシャッフルしていきます。気持ちもこれ後ほど出すとして、はい、これね、アドバイスカード、これね、1枚ずつカードをね、今の段階でカードを引いておきたいと思います。シャッフルするので、まあ、シャッフルしてるからね、軽くシャッフルするんだけど、ちょっと待ってくださいね。はい、あの時の、まあ、過去、現在、未来を、まあね、ちょっと重点的に見ていきましょう。しました。はい、じゃあまずはこちらのね、ルノルマンから流れ見てみますね。はい、過去、道、道か、何かこう2人が決断する、迷う、悩む、そういう状態だったのかな。今がキーだね。悩んだ末に2
人が頑張るって決めたのかな。うん、これはねとてもねポジティブなカード。そして未来が怒り、うん、これね安定の意味があるんですよね。海に、まあ、沈めるあの怒りですよね、船を固定するために。だから2人の関係がこういい方向でこう固定される、いわゆる安定するという流れにまずは見えますよ。でアドバイスカードはさ、なんだろうね。おすごいねよかったね、イエスだよ。イエスとハブフェイス。なんかこうね、こうあなた自身がね本当に上を向いて、そしてね私僕はこうしたいんだっていうその気持ち、それ大切だし、それ叶うよって言ってますよね。そしてねもう本当に両手を上げて大万歳みたいな。おお、なんかねいいね、うん、いいです。ちょっとねカードがね大きいからね、あの重なっちゃうんだけど見ていきますね。カッコが、うん、コインのエースのリバース、まあ迷う、コインのエースのリバース、なかなかお二人の関係が形になりにくかったのかなと思うんだよね。カッコがちょっとこれもうちょっと上に置く、重なっちゃうんだよね。うん、そして今がカップの6のリバース、うん、で未来すごいね、戦車だね。うん、すごい力強いカードが出てるよ。大戦士、カップのクイーンのリバース。はい、あの人の気持ちすごいね。過去から正義、女帝すごいね、ダイヤルかな、超多いんだけどで未来がコインの5のリバース。はい、で、はい、あなたね、赤の皆様がワンドの9、きっとあの人は来てくれるってね過去の段階思ってて、すごいね太陽、もう超ラブラブだね、すごいね、こんないいカード出るんだっていう。でカップのナイトのリバースが未来、へえ、ワンコインの7、うん、わあびっくりした、すごく良すぎて。まあね、ちょっとこのロマンスエンジェルもねお相手様の気持ち見るんだけど、もうなんていうのかな、正義太陽、違う、正義女帝、コインの5のリバースね、赤の皆様の気持ちがワンドの9、太陽、カップのナイトのリバース、もう現状をどれだけ愛し合ってるのっていうこのトライアングルすごいね。でね、近い未来も戦車でしょ、でもコインの7だから、まあ、あの、まあ結論が時間かかるかもしれないけど出るよねっていうか安定してるよねっていう、いややっぱすごいと思う、赤の皆様すごいねすっごい驚いた。じゃあお相手様のね過去の気持ち、リトリート、うん、やっぱね離れるか頑張るかやっぱ悩んでたと思うんだよね。で現状が、はい、ベリースーンですよもうすごすぎるね、どんだけラブラブなんだみたいなで未来がコインの5のリバース、まあ、金銭的とかね、まあ、あの仕事の悩みとかがもしかしたら出てくるのかもしれない。あ、なんかね待っててとか待つとかそんな感じだね。このねもう赤の皆様、いやもうねすごすぎて、ほらアドバイスカードもイエスじゃないね、アドバイスカードももうね、このね、ね、イエス、イエスっていうカード出てるし、ね、なんか過去は確かにいろいろね、二人こう迷ってたりとか、こう、どういうふうに、どういう道、いわゆるどういう付き合いしたらいいのかわからなかった部分、わからない、わからないっていうか、迷ってたのかな、すごくね。なんか本当にこう、友達でいるかとか恋人になるかとかね、一旦付き合ってたんだけど別れたとか、なんかねいろんな迷いがね過去には確かに出てるんだよね。でまあね、こちらのカードでもコインのエースのリバースというなんかこう見切り発車というか、こう形が整わない状態が確かに出てるんだけど、でもねもう現状カップの6リバースなんだけど、もうこう少しずつね、二人の状況、
なんかね、こう思い出から現実になんかね、なってきてるよねっていう感じだし、もうキーというこう2人がどうしたらいいのか、どうしたら2人のこの問題を解決できるのか、それもね、しっかりともう2人がこの扉を開けますっていう状態になっていて、で、扉を開けた後にもしっかりと安定するって出てるから、まず大丈夫なんだよね、ここだけを見ていてもね。で、まあ気持ち、お相手様の気持ちね、これを見ていると、そう、過去のカードはね、まあこれ正義っていうのとリトリート、なんていうのかな、お相手様がこう冷静に考えた時に、やっぱりこうね、僕たち私たちっていうのはこうはな、やっぱりね、離れた方がいいんじゃないかって過去はやっぱり考えてたところあるのかなと思うんですよね。なんかこう離れた方がお互いのためだみたいな。なんかこうこのお相手様全然自己中とかじゃなくて、なんかこうきちんと冷静に考えた上のこう結論を、そう考えてた部分があるみたい、過去にはね。だからね、ほんとこれだけ迷ってたと思うんだよね。でもね、現状これすごいよね。ベリースーンに女帝の聖地みたいな。もうどれだけラブラブで愛されているのか。もう好きで好きでしょうがないみたいな。すごいと思いますよ。で、未来がね、まあこれね、コインの5のリバースと、ね、まあいわゆるまあソウルメイトなんだけど、ね、もうちょっとだよっていうカードなんですよね。だから、何かね、こう、このお相手様がすぐに結論出せないこととか、まあ、貯金のこと、お金のこと、仕事のこと。で、何かあなたに、赤の皆様に、こう、待っててほしいような状態になるのかもしれない。ほら、このお相手様ってすごい現実的な人だから、夢見る夢男じゃないんですよ。もうしっかり、もうし、本当に現実的、しっかりしてる。だからこそね、僕は私はこれをしないといけない、そのためには少し待っててねっていう流れになりそう。まあここでもね、まあ未来は戦車の聖地、そしてコインの7っていうカードが出てるから、お二人の関係はね、もうもうラブラブ度はね、全く変わらない、むしろもう今後も大前進みたいな状態になっていくんだけど、まあその後、まあ、いわゆるこう耕さないと、農作物を例えばね、実がなる前に耕さないといけないっていう、そういう準備期間に2人が入っていきそうな気がするんですよね。で、その準備期間をした後に実がなるよっていう状況なので、まあそれがお相手様から見ると、ね、少し待っててねっていう状況になるかもしれないけど、でももうね、あなた自身がね、お相手様をしっかりと見上げて信じる心、そしてお二人のご縁、ね、幸せになる、もうね、何の心配もいらないよっていうこのイエスのカード、もうこれが出てるからもう大丈夫ですね。すごいと思います。だから何の心配もいらずに、今は本当にこのね、ラブラブ度を本当に満喫していただきたいんだけれども、今後の流れも、何かね、お相手様が例えば転職とかお金の問題とかあったとしても、この人は頑張る、逃げ出すことはないから信じて、もう本当についていくっていうことでいいと思います。はい、これがね、赤の皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ次3番のピンクの皆様、今日はね、過去、現在、未来、あの人の気持ちに焦点を当てて見ていく、焦点 を当てて見ていくんだけど、まずはね、大まかな流れの過去、現在、未来、お二人の流れをね、まずこちらのカードで見ていきたいと思います。はい、そしてね、タロットはね、これシャッフルしてるんだけど、再度これシャッフルをします。そしてあの人の気持ちもね、まあ、これもね、一緒に出していきます。で、
はい、これね、アドバイスカード。これはね、それぞれ1枚ずつ今の段階で引いていきますね。はい、そしてこちらからも1枚カードを引いていきます。はい、じゃあちょっとカードね、これね、再度軽くシャッフルするので少しお待ちください。画面シャッフルをしているから軽くね、と見ていきましょうね。軽く、はい、お待たせしました。はい、じゃあまずね、お二人の恋の流れ、過去、コウノトリ、まあ旅立ち、出発、何に対して旅立ったんだろうね。これがね、過去、うん。で、現状がハートすごいねもうラブラブですか、すごいね、うん。で、未来が棺桶ですか。おお、ちょっと待ってね。なんだろうね。とっても今ね、ラブラブだと思うんだけど、なんで棺桶が出てるかな。うん、わかった。はい、ちょっとね、アドバイスカードも、じゃあ一緒に先に見てみます。はい。ステイオプティミスティック。ね、王子様が向こうから来てくれるよと。来てくれる。で、あなた自身の額がね、すごい光ってる。とっても直感力の強い人だと思う。これがアドバイスカード、分かりました。ちょっとこれは置いといて、じゃあね、はい、まずね、お二人の過去、現在、未来見てみます。はい、忍者。現状、デビルだね。で、未来がつる、うん、すごいね、聖地ばっかりだね。吊るされの男のリバース。で、アドバイスがワンドのナイト。お相手様の気持ち付き。ああ、複雑な恋愛？ワンドの2。こうで、おぉ。はい、でね、ピンクの皆様がカップの7のリバース。ソードのエースの聖地。ワンドのソードのページのリバースと、結論が助教帝か。何か奥様的な人が出てくるのかなって感じがするね。ああ、だから棺桶なのかな。ちょっと気持ちも、お相手様の気持ちもちょっと今の段階で引いとくんだけど、引いとくけどちょっと待ってね。まずね、過去のね、気持ち。現状ね、はい。で、未来、なるほど、ですね、これはですね、まずピンクの皆様、これはね、私はね、複雑な恋愛なのかなと思うんですよ。複雑の恋愛の、まあ、いわゆるね、お二人が、まあ、このね、禁断の扉を開いたのかなと、過去にね、まあそういう感じで、まあ二人の関係が動き出しましたと。で、今とっても愛し合っていて幸せ、それは出てる。これだ、ただねっていう流れになっちゃうね。そう。でね、今は、
まあこれ悪魔、デビルのカードなんだけれども、本当にお互いに、なんていうのかな、むさぶり合い、愛し合い、もうなんていうのかな、こう欲望の赴くまま愛し合ってるような、まあこう本当にこう、お互いの密っていう風な感じがするんですよね、すごく。もう本当に、もう本当にこうむさぶり合うっていうイメージがすごく、なんかこう一番イメージが伝わりやすいかもしれない。でね、未来が、まあ、これね、吊るされなんですよね。の、それもね、リバースで出てるから、もうこう身も心も動けなくて、こう辛い状況になる。だからこう、二人が決めるっていうよりも、なんかね、第三者が入ってくるのかなっていう気がする。で、結論がこれね、助教で、これリバース。まあこれね、私は奥さんかなと思うんだけど、まあ乗り込んできたりとか、こうそういう流れになんとなくなる。だからこそ二人の流れが、ね、今とってもこうラブラブ、愛し合ってるんだけど、いわゆる恋を一旦中断しないといけない。一旦その恋の終焉、中断っていう流れになるのかなっていうふうに、まず、まあ私は今この一つのストーリーが見えたような感じがするんですよね。で、これがね、まずじゃああの人の気持ちなんだけど、過去。過去はね、そう、これね、まあね、まあ過去の段階で、まずお相手様には、まあ、月っていうカードなので、まあ、どなたかがいましたと。まあ、これが奥さんなのか、複雑な関係なのか。でも、もうなんかこうね、もうこの、自分にとってのこのパートナーはもういいやと、お相手様は。ね、むしろもう、この問題は手放して、あなたの方に行ったっていうのが、これが過去の流れ、気持ち、お相手様の気持ち。だからもう過去から誰かいたよねっていうのは出てる。で、これがまあ今なんだけど、まあワンドの2。ね、やっぱりこう、お相手様の心はすごく燃えてるんですよ。あなたに対して。そして、もうね、本当に今熱烈に、ね、お互い本当にむさぶるように愛し合ってますっていう、その気持ちはやっぱり出てるんですよね。やっぱりお相手様は今本当に燃えてる。もう情熱的になってるっていうのが今。ただ、これ未来がね、肯定なんだよね。肯定とセパレーション。で、棺桶でしょ？で、いわゆる、まあおそらく奥様的な存在の人が出てくる流れになったとき、今は、ね、あなたとお相手様本当に愛し合ってるね。まあデビルと、ね、ハートで、まあ本当に愛し合ってる。どっちかっていうと、こう、肉体的な意味もすごく強いんだけど、愛し合ってる。ただね、このお相手様、奥様が出てきた時には、お相手様はね、これね、自分を取る、自分を守ることがあるのかなと。そのために、これがね、一時かもしれないよ。一時かもしれないんだけど、いわゆるこう、あなたと離れることを、決意する可能性がある。なぜならば、自分を守るからっていうところがね、ちょっと見えるんだよね。そうで、今見えてる結論が、女教典のリバースと、棺桶。そして、あの人はいわゆるこう自分を取る。という流れになってるから、ピンクの皆さんもこれね、ちょっとね、今の段階では辛いよね。こうね、あなたはね、これアドバイスカードなんだけど、まあ、あなたはこのね、いわゆる王子様が再び来てくれるのをね、待ってる。ね、いわゆるドリームカムトゥルーだよっていう願いが叶うよと。ただ、ね、あなた自身も本当にあの人来てくれるのかなとか、あとあの人自身が考え方をこう変えなければいいけどなっていうのが、これがね、アドバイスカードで出てるんだよね。ちょっと待ってね。これはね、このね、まあ、いわゆる棺桶のカードと、ね、あの人は自分を守るために、ね、離れる決意をする。
そしてここには奥様的な存在のカードが出てるから、今の段階ではなんかね、離れる可能性がすごく強い気がするのね。どうなるか、ちょっとカードをね、一個別に引いてみたいと思います。そうね、恋の流れ、まあ、棺桶の後の流れだよね、まあ、それが棺桶、うん、よいしょ。じゃあまずね、こちらのね、ルノルマンでこの棺桶の後ね、あの人が、ね、ちょっと自分を 身を守るためにあなたと離れる、奥様が来た時のそのね、後の流れが、まあ、どうなっていくか、ね、一時的に離れるのかどうなのか、うん、もうちょっと見てみますね。まず棺桶の後の流れどうなるんだろうね。棺桶の後、ユリが出たね。うん、ユリ。ああ、再びこれ、まずね、より戻ると思うの。ユリだからね。で、あの人の気持ちが、この後どうなっていくのかもね、ちょっと見たいと思う。なんか、一時的な保身ならいいと思うんだけどね。そう、この人のお相手の気持ち。なんかね、こう変わり身の速さがね、ちょっと気になるんだよね。これ相手の気持ちね。タワー、タワー、うんうん。離れることを、ちょっと待ってね、あと1枚出す。なんかね、再びこう来てくれるといいんだよね。ああ、本が出たね。うん、あのね、一時的に、うん、分かった。まあ、ここでね、ユリも出たしね、ユリも出たし、まあ、一時的にあなたと離れる。自分を守ることもあるし、まあ、あなたと離れることによって、あなたのことも守ってあげれるという気持ちが見えた。そして、棺桶の後の流れはユリ。また再び2人は愛し合う。そしてこのお相手様の気持ちなんだけど、タワーと本だから、ね、一時的に離れる。でもあなたへの気持ち、あなたといわゆるまあ婚外恋愛、複雑な恋愛、それはこれからも続けていくという気持ちが出てるから、うん、結果的にはあの離れる流れになるかもしれない。でもその後大丈夫だよね、王子様は来てくれるよっていう、そういう流れになるかなと思いました。でもね、ずいぶんこれはね、ちょっとね、辛い流れになると思うよ。うん、吊るされのリバースも出てるしね。うん、まあ、棺桶だからね、もうハートから一気にバーンって落ちる感じ。うん、落ちるんだけど、でもまあそこでね、お相手様も諦めないしね、また頑張っていこうっていう、そういう流れになりそうだから、そこは良かったと思いました。はい、これがね、3番のピンクの皆様です。よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあ4番のブルーの皆様、お待たせしております。はい、じゃあまずね、今日は過去、現在、未来に、まあ、終点をね、当てながら見ていってます。まず大まかなお二人の恋の流れ、過去、現在、未来で見ていきたいと思います。はい、じゃあね、これね、タロットね、シャッフルしてるんだけど、はい、これね、再度これシャッフルしていきます。で、これも後ほど気持ちで出していくので、はい、じゃあここのね、2枚でまずね、アドバイスでハイカード出していきたいと思います。はい、
シャッフルするので、今さっきシャッフルしてるから、あ、軽くねシャッフルをしていきます。ごめんなさい。です。はい、じゃあまずは流れ見てみましょうね。過去山だね。なんか物事動かなくてね、障害が大きくて、すごい大変だったんじゃないかな。山か。今どうだろうね。よかったね、船。このね、大変な障害の時からね、物事が動いてる、動き出すという感じ出てますよ。で、未来が鳥、コミュニケーション、なんとなくお二人こう距離感がね、ちょっといまいちわからないんだけど、でもまあ過去がいわゆるこう辛い状況だったのはすっごいわかる。で、そこから二人の関係がね、動き、いわゆるなんていうのかな、停滞していた物事が動き出す、そして2人がまたさらにこう仲良くなっていく、そういう流れがまずね、大きな流れで出てる。アドバイスカードどうだろうね。はい、あなた次第だよ。これも天にも任せるしかないよっていう。そうなんだ、なるほど。まあね、ほんと笑顔で、あなた次第だからね、みたいな。でね、もうこれだけの、もうなんていうのかな、いわゆる、まあ天使様というかね、もうね、こうもう見守ってくれてるから、あとは天に任せよう、みたいな。こう、そういう感じのね、カードがアドバイスで出てるね。わかった。じゃあね、ちょっと、じゃカードね、見てみましょう、タロット。はい、過去はね、ワンドの、じゃない、コインのページの聖地。で、現状がワンドのエースのリーバースか。そっか、まだ動いてないんだね。で、未来、良かったね、コインの旧聖地。もう今まで頑張ってきたことが形になるよって。で、アドバイスがソードの8のリーバース。なんとか希望がね、こう持ちこたえられるというかね。で、あの人の気持ちがワンドのクイーン。まあ、昔から惹かれてたんだよね。で、今が星のリバース。まだ会えてないのかな。この船っていうのは多分もうちょっと、多分すごい直近の出来事だと思うんだよね。で、カップのキングのリバース。で、これで、これがあなた、ブルーの皆様。コインの6。なんかね、ほんとコツコツと頑張ってきたというかね。で、コインの10のリバース。で、未来が審判、すごいね、正位置だよ。で、結論がワンドの6のリバース。ね、そっか、ちょっと待ってね。あの人の気持ちをもう少しね、これで、こちらで一緒に深掘りをしていきたいと思います。まず、過去がワンドのクイーン。ね、バーストライフリレーションシップ。もう過去からね、やっぱりお相手様惹かれてたんだけど、まあね、お互い惹かれてたんだけど、大きな障害があったんだね。で、今が星のリバースか。なんかね、距離がある二人なのかな。だからこう、お相手様こう諦めようとしてる部分もあるみたいなんだけど、でもやっぱりこう諦められないよね。
やっぱりこうまずは、ね、友達からでもいいから2人の関係を持っていきたいって出てますもんね。で、未来の気持ちがカップのキングのリバース、もしかすると、ね、連絡が取れるようになったりとか、ね、するかもしれないけど、まだこう優柔不断さがあるお相手様なのかもしれない。さあこれかな。ほうほうほう、はい、ね、まあね、ゆっくり待ちながら2人の関係を熟していきたいっていう感じかな。うん、そういう感じがまずね出てるね。やっぱね、方向的にはいいんだと思う2人の方向性はいいんじゃないかな。うん、で、そうね、うん、まず一つ言えるのが、こうお二人が例えばね、距離があって会えなかったとか、複雑な恋愛でなかなか物事が動かなくて辛かった、まあ、とにかく大きな障害があったとか、こう、まあ、そういうものがね、過去には見えるんですよね。でもそこからいわゆる動き出すのが今なんですよ。で、今で、で、まだね、現状がね、これワンドのエースのリバースが出てるから、まだこれスタートできないとかね、そういう感じなんだけど、ワンドだからね、動きは早いので、まあここにね、まあ3という数字が出てるから、早かったらあと3日で2人の関係ね、動き出すと思う。で、まあ来月の3日にはもうこれね、動いてると思うんだよね、2人の関係が。で、船だから距離のある2人だから、でもしかしたらこう会えるような流れになっていくのかもしれないよね。うん、会える方向に行く、まあ、2人の関係がようやくこう前向きに動き出すのがね、遅くとも来月の私は3日にはもう動いてると思うので、その後がコインの9という、本当にこれ実りのカードなんですよね。ね、花咲いてるでしょ。ね、このお相手様は、ね、美も富も持っている、で、今まで頑張ってきたことの収穫の時期ですよっていうカード。それが出てるから、やっぱり今まで頑張ってきた人ほど、もうね、この収穫はむちゃくちゃ嬉しいものだと思うんだよね。うん、そして、ね、この鳥っていうカード。ね、コミュニケーションがしっかり活発になって、ね、会えたり話せたり、そういう状況だから、こう今までの流れに比べたらもうむちゃくちゃ幸せですよね。そう、ただね、まだね、今出てるのがね、友達、そのね、流れ、なんかね、すぐに復縁とか、こう、すぐに、そうね、なんかこう、なんかやり直してポンポンポンっていうよりは、ちょっとね、時間かかるのかもしれない。で、今見えてるこの遠い未来がワンドの6のリバースだから、コインって物事がこれゆっくりなんですよね。ゆっくりゆっくり進んで、いずれは、ね、お二人の関係が、ね、勝利っていう流れになるかもしれないけど、まだそこに行くにはもうちょっと時間がかかるよっていう感じがする。で、お相手様の気持ちを見てるとね、過去が、そうね、本当に昔から多分このお相手様ってあなたへの魅力感じてたと思うんですよね。とても明るくてキビキビして、仕事バリバリしてみたいな、もうそういうところにすごく過去から惹かれていた。ただまあね、複雑な恋愛だったのか、物事がなかなか動かなかった、まあ、同じ会社だったのかなって気はするんですけど、で、今っていうとね、お相手様、やっぱりあなたのことは諦めきれない、でもまずはね、友達でもいいから、やっぱりね、こうあなたとの接点を持ちたいというのが今。うーん、そう、諦めてないですよ、お相手様は、この恋。そして未来が、まだね、まあ、このお相手様、まあ、自信がないのかな、自分に。優しすぎるところとかもあるかもしれないんだけど、なんかね、こういつまでも待つからね、待ってるよっていう、
自分から動くっていうよりは、こうあなたからの動きをこう待ち続けるような、そういう感じがします。うん、そしてね、そうそう、で未来のカードって、これあなたの未来のカードなんだけど、まあ、審判、再生のカードなんですよね。お相手様は待つって言ってるでしょ。であなたは再生、生まれ変わりって出てるから、これはあなたの方からね、例えば動ける状態になったら会いに行くとか連絡を取るとか、そういう感じになると思う。そしてすぐには復縁とかはならないかもしれないんですよ。時間かかるかもしれない。でもあなたが頑張ることによって、やっぱね、何らかの結果はね、嬉しい結果、それはね、手に入れることができると思う。うん。でアドバイスカードもね、まあ四面楚歌状態だったんだけど、でもそれでもね、希望の光が入ってきてるよっていうのがアドバイスカード。だから諦めなくても大丈夫だよって言ってる。でここでなんかわかるよね、このアドバイスカードが。この恋ってあなた次第だよって。あなたがね、頑張りたいと思うか、あなたが会いに行きたいと思うか、もうほんとそれ次第によって二人の恋がどうなるか。お相手様っていうのは愛情はあるんだけど、優しくて弱い人だから、自分から動くことはなかなかできない。でもあなたからきっかけをつかんだり、あなたから動くことによって、この恋は大きく前進していく可能性がある。うん、そういうカードが出てる。すごいね、頑張れるんじゃないかな、この恋。うん、そういう気がしますよ。うん、チャンスはね、もうね、もう間もなく、遅くともこの3週間、早かったらこの3日で、来月の3日も1個のチャンス、そう思っていただいて大丈夫。流れはいい。でこの恋はあなたから動くことによって物事が動くと出ているね。え、ぜひ頑張ってください。応援していますね。いい方向に向かいますように。最後まで見ていただきましてありがとうございます。どうぞ頑張ってくださいね。